ご縁があり、この第1回宇都宮よさこい祭りに出られたこと、メンバー一同嬉しく思っています。本日は力の限り精一杯踊らせていただきますので、よろしくお願いいたします。演舞の注目ポイントは、私たちの精一杯を見てくださいとのことです。それでは襲来舞踊団の皆さんです。お願いします。はい、今ご紹介いただきました、群馬県高崎市に参りました襲来舞踊団と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずは、今日チーム演舞最後になるということなんですけれども、本日第1回宇都宮よさこい祭り、無事、開催をできたことを本当に心より、お喜びを申し上げます。そして呼んでいただきて感謝を申し上げます。ありがとうございました。去年のね、夏からお約束をしていて、はい、長い半年でした。ようやく宇都宮に来ることができまして、我々栃木は何回も来たことあるんですけれども、宇都宮で踊らせていただくのは多分初めてでして、はい、心待ちにしてました。本当は全員で来たかったんですけども、実はうちのチーム、皆さんご承知の通り、今年の1月1日に能登の方で震災がございました。その震災の我々が復興支援できるわけではないんですけれども、京都にあります関西京都今村組というチームにお誘いをいただいて、今日、10人ほど能登の方に、能登でお祭りよということで、金曜日の夜に仕事終わりで、車で向こうへ、3台で走って、昨日準備で今日今頃能登で、被災者の皆さんと共にお祭りを立ち上げていると思います。我々は宇都宮半年前から約束してましたので、このメンバーで、来させていただきました。能登の思いも背負って、精一杯最後のステージ止めさせていただきますので、どうぞ最後までご声援よろしくお願いいたします。お願いします。それでは元気よく踊らせていただきます。襲来舞踊団ご協力の愛。Ah!
ご覧いただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい